はい、こんにちは、こんばんは、ゆうです。今日はですね、なんか珍しい場所で牛に乗れるということなので、ちょっとそれをに挑戦してみたいと思います。なんかマイルなんだったかな、海底にですね、イルミネーションで、マイルガーデンかなんか、そういうロゴが書いてある場所があるそうなんです。そこにちょっと行ってみたいと思います。で、そこの海岸で牛に乗れるみたいなんで、まあ、ついでにロデオもしちゃおうかなということで、ついでにロデオっていう考えがおかしいけど、まあいいわ。あ、夜しかダメなのかな、ひょっとして。ここなんですけどね、なんか見るからに怪しい。よいしょ、マイル、ザ・マイルサイクラブ。でここで海に潜ると結構凝ってるらしいんですよ。海に潜る。するとですね、これじゃね、何もねえし。あ、やっぱりこれ夜じゃないと光らないのか。この辺なら、じゃあちょっとここにいる牛に乗りでもチャレンジするか。これか、これに乗れるらしい。あ、なんか怪しいけど出ない、 Y ボタンが出ない。あ、乗った、よし。くそ、落とされる。なかなか難しいな。よし、へへへい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 へいへへいへいどこまで行くんだよ。へいへいへへい。お、なんかめっちゃ行ってる。しかも方向キーでちゃんと曲げられる。あ、調子乗った。よし埋まってる埋まってる。かわいいかわいいかわいいうわ、めっちゃ首打った。よし、へいへいへい。これどこでも乗れるのかな、ここしか乗れないのかな、どうなんだろう。めっちゃ逃げるめっちゃ逃げる。メス馬みたいになってる。オス馬か。お、今の乗り方かっけー。へい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 。うわ、めっちゃ崖にめっちゃ置き去りだ。どこ行った。これで多分この場所の真の姿が分かるんじゃないかと。真の姿というか、夜に営業するっていう感じなんだね。よし、人はいないんだな、ここは。こんな感じです。ザ・マイルサイクラブ。で、なんかこっちに、どこだろうな。どっか潜ったら、イルミネーションがある。あ、ここだここだ。あ、きれいきれい。なんかあったぞ。はっきり言って海の中で凝ってる時点でここだけじゃないか。海の中って意外と何もないなと思ってるんですが、これだ。あ、ちょっと息が続かない。ちょっとの、ちょっと
し、じゃあ改めて見よう。なんか、お、ザ・マイル・サイクラブ。なんか、これ、どうなんだろうな。アメリカ人とかが見たら、ピンとくるのかもしれないが。はい。クラブが読めない。やべやべやべ。ただただ維持が続かない。あっちにもあるだろう。お、なんかすげえ。なんか水中の家みたいになってる。息こそ、だからといって宝とかそういうものがあるわけではない。はい、こんな感じでした。牛に牛に反乱軍の印がついてちゃう。はい、じゃあ皆さんも、というわけで場所はですね、ここマエストラーレの2つの浮島の手前の半島みたいになってるところ、ぜひ船見物になって水中で捨てるんだよ。ロデオしに来てみてください。なんか水牛みたいになってる。はい、というわけでまたユーロでした。バイバイ。いやいや、だから水牛か。あ、死んだ。これで成仏できるのかな。あ、成仏できるか。成仏してあげよう。バイバーイ。いかがでしたか？じゃあ行くよ。じゃんけんチョキー。